争の軍など恐るるに足らず、一気に攻め滅ぼすのだ。安く戦場の中央を奪えるだ。このケース、おそらくは敵の思惑か。少しは警戒するかと思ったが、こうも簡単に行くとは。早々め小しゃくな。三家の軍よ、早く奴らを何とかせよ。演術のやつ、自分で罠にはめてよく言うぜ。しゃねえ、うそ。そろそろ東側の部隊も進入し、敵に強撃を仕掛けてみよう。このごとく攻め抜き、その集結を早めん。な、何をしておる。早く迎撃せよ。わしのもとへ敵を近づけるでない。敵はただ軍を進めているわけではあるまい。あの感動、注意した方が良さそうだ。奇襲が失敗する。演出軍にも頭に切れる人はいない。敵は定まった。これを信じてついてくるといい。石膏部隊より伝令、曹操の砲隊が北東より接近中。敵が合流すれば形勢は不利。速やかに前線の敵を制し、本隊に備えよう。攻略目標は決まった。そろそろか。いいぜ、その調子だ。
強制と銀行か軍事ならばここにその屍を晒すがいい。よいしょ。勇士なる者、常に一手先を読む者よ。そろそろかい。ここで仕掛けてくるとは味方の動揺は避けられない。私は勝つ方法を楽しませる。お相手の願いを ちゃうよ。
絶対忘れねえからな。勝ちだ。これで孫家の部は天下に大きく轟いたな。